ただいま、失礼いたしました、東急。車を一旦お止めして、そして皆様に、国立公園の入場チケットをご購入いただく
皆様旅行代金の中に含まれてまして、含まれてますんで、今日私がね代表して営業者の国立公園の入場チケット持ってますんで、一番右手の方の道路をねそのまま素通りで通過できることになります。ディーゼルですよね、もちろん。そうですね、ディーゼル、しかも1台だけではなくて、動力車が3台、4台、先頭につながってそれで引っ張ってるって言ったようなものなんですね。なんで1回踏切で捕まっちゃいますと、まあ、10分ぐらいは最低でも待って、中には20分ぐらい待たないといけない、そういった電車なんかもあります。そして、まあ、先頭だけで引っ張るんではなく、先頭3つしかないと思ってても、途中に今左手前方赤いのが2つありますよね。あそこも動力車になってきますので、途中にまた動力車を入れて、長いものになると150両ほどになるとね、5つ、6つぐらいですか、それぐらいの動力車を使って引っ張ってます。だいたいこの動力車1台で30両ちょっとぐらいは引っ張れるそうですね。どこにいても見える山になっています。スパッと切ったようなとんがった山に変わってきます。ではね、バウムの町に入ってまいりますので、这个钱就不再应该分了。
知らん。コントロールは加工じゃろ、お前。加工やな。
分の家へ帰ってくるんですけれども、もうすでにですね、出発する時点で自分家の家を払っちゃっておりますので、住むところがなくなってしまうと。そうすれば今度、自分たちが乗っていたそのキャンピングカーを下取りに出しまして、そしてアパートを買うと。バンコク立公園の中でアパートを買おうと思いましたら、1000万円から1500万円ぐらい中古物件でいたしますけれども、先日皆様がカルガリーからこのバンフに入ってこられるとき、バンフの隣町のキャンモアといった町、ご覧になられたかと思いますけれども、あちらの方ですと大体600万円から700万円ぐらいで、中古物件のアパートでしたら買うことができるものですから、キャンピングカーを下取りに出しまして、そして、あとはもう年金生活で老後を楽しむといった家族がですね、左側に大きな角を持った、鹿が出てまいりましたけれども、この鹿がエルクと呼ばれている、動物となります。エルク、日本名ではですね、大角鹿ですか。で、このエルクの角の数数えていただきますと、片方だけで枝分かれが 1,2,3,4,5 5つあるのお分かりになりますでしょうかね、片側だけで。ということはこのエルクは5歳です。5歳。エルクの年齢の簡単な見分け方、片方の枝分かれの周りで一番高い山といったことで、カスケードとはフランス語で小さな滝の流れる山と、このように呼ばれております。小さな滝の流れる山、今もですね、少し岩肌を伝って滝が流れておりますけれども、夏になりますと朱色で、朱色ってのはあの赤の朱色ですね。で、インディアンの間でバーミリオンといったことが朱色といった意味の意味合いになるわけですけれども、なぜそのような名前が付けられたかといいますと、こちらの方ですね、朝日だとか夕日を受けますとこの湖が真っ赤に染まってしまうと。さらには周りの山々も同じように赤く染めてしまうといったことから、バーミリオンとインディアンの名前を付けたと言われております。さらにもう一つの説といたしましては、この湖、以前は大変大きな一つの湖だったわけですけれども、上流からどん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 水が流れ込んでくるときに同じように泥も流し込んできております。その泥のことをシルトと呼んでおりますけれども、そのシルトの中に当時インディアンが戦いに、出かけるときに塗っていた顔に塗る顔料、その色が朱色だったものですから、同じくバーミリオンと呼ばれるようになったと。このように2つの説がありますけれども、いずれにいたしましてもインディアンの間では朱色といった意味合いとなっておると盛り始めるわけですけれども、今日行かれますコロンビアイスフィールド近くにも小さい湖ですけども一つあります。それは昨日私行きましたらもうすでに凍っている状態で、まだ全部も凍ってはおりませんでしたけれども、もうすでにですね、凍っている部分も出ているぐらいで、そういったことで、水面すれすれのところに出入り口を作ってしまいますと、冬になれば家の中から外に出ることができず、食料を取ることができないものですから、一番そこにですね、出入り口を作って、そして生活していると言われております。で、今度3番目の湖ですね、サードバーミリオン、あちらには先ほどご覧になっていただきましたエルク、あとビッグホンシープと呼ばれておりますヤマヤギ、この動物が目立って住んでいるとなっているのがお分かりになるかと思います。ソウとはノコギリといった意味合いを持っております。ノコギリで、バックっていうのは背中ですね、いわゆるノコギリの、歯の部分を表すということで、日本語に直せばノコギリ連山と、訳せるかと思います。山頂がギザギザしてまるでノコギリの歯のように見えるといったことから、ソウバックと名前の方が付けられております。以前はこちらの山ですね、結構、銅が取れたということで、部分的にはですね、コッパーと呼ばれている部分もあるわけですけれども、昔はこの辺りでは少し銅が取れたと言われております。さらにですね、この山の中腹から、山の裾は下の方にかけてですね、ちょっと天気が良すぎて、反射して見づらいかと思いますけど、木が枯れている部分がたくさんあるのお分かりになりますでしょうかね。もうしばらくは知りますと、また今度木立が切れてですね、中腹あたりご覧になっていただくわけです。どちらかと言いますと、右手後方をご覧になっていただいた方が分かりやすいかと思いますけれども、この山一帯が大変木が枯れている部分が目立って多いわけですけれども、なぜこんなにもたくさんこの辺り木が枯れているかと言いますと、ここで1992年、今から5年前ですか、山火事が起こっております。大きな山火事が、その時一帯にですね、このソーバックレンチの山の麓の木は全部、焼かれてしまったということで、木がたくさん枯れておりますけれども、ここの山、自然発火で山火事が起こったかというとそうではなくて、パークスカナダの方がわざと火をつけて、そして、山火事を起こさせたと言われております。ちょっとこの
この辺りからご覧になっていただきますと、色がなんとなく赤ちゃけている部分があるのお分かりになりますでしょうかね。それが、木が枯れて、山火事の起こった後になるわけですけれども、ドクター・ジェームス・エクターというイギリスからやってきた探検家の方だと言われております。ドクター・ジェームス・エクターさん、その方が白人の中で一番最初にこの山を発見したわけですけれども、この山を見た時、まるでお城のような山だと感想からですね、キャッスルマウンテンといわゆる中世の古城を、表している、そのように見えたものですから、お城の山として名前が付けられたと言われる。この元には全くありませんので、テントを張ることを禁止されております。毎日毎日車で来て見に来るのも大変だなと思いますけれども、そういったことからですね、あまりアイゼンハワーさん自身が興味を示さず、そして、スコットランドには大変興味を示していたものかと思いますけど、山が、マウントテンプルと呼ばれておりますけれども、この辺りではもうずば抜けて高い山となりまして、標高だけで3543メートルあります。3543メートル。で、雪と氷河の簡単な見分け方ですね。まず側面が氷河の場合は青白く見えます。氷河独特の色でグレイシアブルーと呼ばれているものになりますけれども、側面がまず青白く見える。あと立体的に見えるかどうかです。雪といったものはですね、いくら降り積もっても立体的には絶対に見えないです。ただし氷河といったもの、立体的、いわゆる厚みを帯びているといったものからですね、お分かりになっていただけるかと思いますけれども、氷河呼ばれているものとなりますけれども、で、レクレーザーですね、また後ほどご案内の方させていただきたいかと思います。で、これからですね、おトイレ休憩の方取りたいかと思いますけれども、お時間の方ご案内させていただきます。今私の時計で、10時7分ぐらいです。おそらく到着すれば10時10分ぐらいになるかと思いますけれども、今日は大変恐縮でありますけれども、私の時計で、湖になるわけですけれども、先ほどご覧になっていただきました湖がヘクターレイクと名前が呼ばれております。ヘクターレイク、ドクタージェームスヘクターさんですね、キャッスルマウンテンを発見した方になりますけど、彼の名前が先ほどの湖に付けられております。で、また他にもですね、彼は名前をもらっておりまして、山にも名前をもらい、さらに氷河にも名前がもらっております。マウントヘクターと、ヘクターグレイシャーとこのように呼ばれておりますけれども、そのヘクターマウンテンといったもの、この右手の今ちょっと木立に隠れておりますけれども、もうしばらく走りますと、木立が切れたところから大きな山ご覧になっていただきます。その山が、マウントヘクターと呼ばれております。さらにこれの山の反対側斜面にはヘクターグレイシャーと呼ばれている氷河があるわけですけれども、このカナディアンロッキーの中で3つも名前をもらっているのはヘクターさんだけです。いわゆる湖、山、氷河、このようにですね、セットで名前をもらっているのはヘクターさんだけです。他にもたくさん有名な功績を残した探検家の方、見えますけれども、1つか2つといったことになりまして、セットで名前をもらったのはヘクターさんだけと。それだけこのカナディアンロッキーの地におきまして、大変大きな功績を残していったわけですけれども、ヘクターさんは1854年にこのカナディアンロッキーの地にやってきたとお話ししましたけれども、当時彼は23歳という大変若い年齢であったと言われております。で、イギリスからやってくるとき1854年でしたら、当然飛行機みたいなものがないものですから船でやってくるわけですけども、エンプレス・オブ・イングランドと呼ばれている船に乗りまして、カナダの東側に到着いたしまして、そこからですね、今度は3000キロ以上の距離を馬に乗ってバカバカとやってきたと。で、このカナディアンロッキーに到着して探検を始めたわけですけども、ヘクターさんが単独でやってきたかというとそうではなくて、パリサー探検隊と呼ばれております探検隊チームの一員といたしまして、こちらの方にやってきたと言われておりますので、後ほどですね、お車の方止めていきたいかと思いますけれども、このクローフットグレイシャー、カラスを含めます鳥っていうのは全部3本指になっております。で、その鳥の足に大変よく似ていたもので、インディアンはですね、カラスを崇拝しておりまして、この氷河を見た時、これはカラスの足だということでクローフットグレイシャーとして名前を残していったと呼ばれております。
ミエなりに、湾曲しております。そういったことがボート名付けられた説と、あとこの湖畔沿いにはですね、猫柳科の木でシルバーベリーブッシュと呼ばれております木がたくさん生息しております。昔インディアの人たちはそのシルバーベリーブッシュ、猫柳の木を使って弓矢の弓を使って作っていたと、そこからも説が来たと呼ばれておりますけれども、弓矢の弓といった意味合いでこちらの湖につけられております。でもここで標高がもう1900メートルもありまして、カナディアンロッキーの中で一番最初に凍る湖がここです。で一番最後に溶けるのがこちらの湖になりますけれども、この湖今年溶けたのが6月の22日です。6月の22日、いつもよりまだ少しこれでも早い方でした。さらに凍るのはもう、11月ですね、の頭にはもう縁が完璧に凍り始めまして、凍り始めっていうのはもう10月の末ぐらいからどん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 と凍ってくるといったことになります。でここの水を満たしているのが、今皆様の9時の方向に見えております氷河ですね。あちらがボーグレイシアと呼ばれておりますけれども、あの氷河が溶けて、水が溶けて岩肌を伝ってこの湖の中に入り込み、そして、水を満たし川を形成しているといったことになりますけれども、またこちらもですねお車の方を止めまして、湖畔近くの方ぐるっと歩いていただくことできますので、マスの子供あれが何の氷河って言ったっけ？あそことこ。うん、なんとか氷河。探すためにみんなこのロッキーの山の中に入り取ってきた人から、順番に部族
シェフレと付けられております。マウントシェフレ、ガイドブックにはケフレと書かれているものもあるかと思いますけれども、少し呼び方の違うだけだって、まあ、意味合いには全く同じでなるわけなんですけれども、探検家ドクタージェームス・エクターさんになります。彼はずっとですね、この辺り入ってきて、まだもう少しこれより北の位置まで探検に出かけていったわけですけれども、エクターさんと同行しておりましたインディアンが、探検の際に食料なんて持っていかなくても、重い目して持っていかなくてもですね、荷物になるだけだから、食料ってのは全部現地調達で行こうと、いわゆる狩りをしながらどん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 進んでいけばいいではないかということで、ほとんど食料を持たずにエクターさん一行はこの山の中に入っていったそうです。最初は標高の低いところを歩いているものですから、獲物を見つけてはですね、食べること、口にすることができたわけですけども、このようにどんどん標高が高いところ、しかも、山の険しいところに入っていきますと、獲物の数が極端に減っていきまして、思うように狩りを行うことができず、最終的にはヘクターさん以降は餓死寸前まで追い込まれていたと言われております。その時に偶然ですね、ヘクターさん以降はこの右手の山、ノイアスと呼ばれておりますけれども、こちらの山に出てまいりまして、先ほどご覧になっていただきました湖を見つけたわけですけれども、333メートル、先ほどのマウントシェフレンよりも低いわけなんですけれども、これだけ岩壁が垂直に切り立っている部分だけで、なんと1000メートル切り立っております。1000メートル、まっすぐ垂直に1000メートル切り立っているものですから、インディアンが錯覚に陥りまして、この山がおそらくカナディアンロッキーの中で一番高いだろうと、このように思っていたそうです。でこのマーチソンといった方はイギリスの大変有名な探検家でヘンリー・マーチソンといった方になりますけれども、100メートル以上あります。100メートル以上。
ります。これを短絡氷河と呼んでいますね。短絡氷河と今後なっていくといただけたと思います。それで5種類の氷河を見ていただけたらと思います。
CT さん、サボってるのかって別にサボってるわけじゃありません。これ万が一のことを考えて、前の雪上車がもう登り切る近くに行くまでは私たちは登らないという規則になっています。この車道は随分車道があるなーなんて思ってらっしゃった方いらっしゃったと思いますが、度数にすると18から19度しかないんです。ただパーセンテージにすると 32%、 32% というと、例えばここの柱からこの柱まで 100m あるとします。そうするとここを出発して 100m の地点に到着した時の到着地点が 32m の差があります、ね、出発地点と到着地点で 32m の差があることを 32% と言いますが、舗装をしていないお客様をお乗せする坂道としては北米大陸で一番の坂道があります。一番の車道がある坂道です。そしてですね、この車6輪駆動で走っています。この6輪駆動で走っているんですが、1回日産の、プレイリーという車が降りてきました。4輪駆動ですけどね、このボスが昔持ってたんですが、4輪駆動でも登っていけなくて、こう千鳥足、そのうちブーッと降りてきたんです。千鳥足、私たち先週その前走ってたんですけどもね、みんなで頑張れ頑張れなんて、運転手運転して、あれ日本製でしょなんて人のことからかうしね、4度目ぐらいにやっとこんな千鳥足でたどり着いて、皆様から拍手も起きましたけれども、そのぐらいすごい坂道です。まあ、スキーされる方なんかはね、これ初級者の車道になりますけれどもね。そして今ちょっと左手の方に青っぽい湖が見えてきました。あの湖、サウワプタコという湖です。皆様お水をね、汲んだりとかお水飲まれたりしたと思います。若返りの水ですが、あのお水お腹の中に入らなかったとすると、あちらの方に流れてきました。そしてあちらからサンワプタ川という川がジャスパーの方、要するに北に向かって流れています。それがアタバスカ川と合流して、他の川といろいろ合流しながら最終的には北極海に流れていくからです。そしてもう一つ有名なのは、今皆様の真後ろになりました、スノードーム山、さっき雪崩が起きてた山ですが、あの山、実はてっぺんまでコップ一杯のお水、またはバケツ一杯しょってってもいいんですけども、ザバッと流しますと、そのザバッと流したお水が3方向に流れてきます。この3方向というのが太平洋、大西洋、そして北極海なんですね。この3つに流れていく、1つの場所から3つに流れていく三大分水嶺というのは、世界中探しても2箇所しかありません。1箇所はここ、そしてもう1箇所はロシアのシベリアの奥地にあるそうです。ですから普通のこんな格好でね、行くことはできない。ですから世界で唯一三大分水嶺、皆様に見ていただいたことになります。そして今左側の前方の方に赤と黄色のカブトムシみたいなカタピラついたのがあります。あれが初代の雪上車です。でそのもう一台前に大きなバスの下をちょん切ってキャタピラくっつけたのがありますが、あれが2世代目のものです。で1983年まで使ったものですが、1981年から今皆様が乗られているタイヤのものが作られまして、ね、そして途中からはこの雪上車だけの運営になりました、ね、ということでここまでね、安全運転してくださいましたケイティさん、ありがとうございました。そしてですね、シャトルバスまだ来ておりませんのでね、シャトルバスが来るまで屋根の下でお待ちいただきたいと思いますけれども、落とし物、お忘れ物ないようにね、ご利用になってくださいね。ありません。これはこのちょうど土砂の向こう側、氷河が流れています。でこの氷河が流れていくときに、砂場でこうやって原骨を作ってぐーっと前に押し出すと、この原骨の右と左に砂がこう盛り上がりますね。その後その氷河が同じことをしていって残していったこの土砂の塊です。堆積土砂と呼んでますけどね、ラテラルモレイナって呼んでます。側面堆積土砂なんでね、難しい名前がついてますが、それと違って、この右側というのは崩れてきた山が崩れてきた土砂になりますね。ですからこの右側と左側の土砂の出来方というのは随分違います。そして今皆様森林限界線よりも上に行っていただいたんですが、今少しずつ戻ってまいりましてね、そして木が、ちっちゃな木が今ねやっと生えているところが見えてきました。そしてこの先橋を渡っていくところに、右側に何台か車が今日は止まってますね。今日から週末ですからね、行ってらした方、あもう戻ってきた人もいますね。これはアタバスカ山に登る人たちが特別の許可を受けてこの道路に入ってこれるようになっているんですね。今から行くのかな、戻ってきたのかな、なんかご飯食べてますけどもね。実はこの道路は雪上車の観光のお金を払って、この雪上車の連絡
絡バスに乗ってる人じゃないと通れない特別の道路です。ですからそれ以外の人は今の車で来たような人は特別の許可をもらって、今からですねこういうゲートがあります、ね、踏切みたいなやつですけどね、この踏切みたいなのを開けて入ってくるわけですね。今右側の方にはちっちゃなちっちゃなカナダ盆栽が見えてまいりました、ね、カナダ盆栽と呼んでる人がいますけども、よく見ていただきますとその木によってはちょっと枝ぶりが皆様の進行方向と同じ方向にね伸びています。これは氷河からの冷たい風がいつでも吹いているので、人間も寒い方には顔を向けないで顔を背けて歩いていきます。それと同じで寒くない方へ寒くない方へと伸びてしまいますので、皆様と進行方向と同じような方向に伸びている300年から350年の樹齢の林です。でそれを驚いてはいけません。左側の土砂の向こう側になりますね。氷河があって土砂の山があってその向こう側、やはり林が見えてます。ちょっと三角形の林ですね。湖の上ですけれども、これは湖の向こう側ですね。アルバータ州で最古の林と言われまして、樹齢は700年、600年から700年の樹齢のものです。なんであんなちっちゃいのって、とにかく育つ時期が少ないんです。少ない時期ですよ、15日、長くても90日しかありません。そうすると一生懸命伸びようとしても伸びられません。そして冬になりますと寒くて自分を守ろうとするためにこうキュッとね縮こまります。ですからあんまり大きな木はこの辺りないということになりますね。今緑色の建物見えてきました。写真など見ていただいたり、前にいらしていただいた方は赤い屋根をねご利用になったかと思います。これはおととしの9月の27日28日で取り壊されまして、そしてその冬に一生懸命トンテンカント作ってこの建物がオープンしたのが去年の5月の1日になります。切符売り場、レストラン、お手洗い、そして雪上車の連絡バス乗り場と全部ね、一緒になりましたね。はい、今ちょうど踏切が開きました。デビーさん開け5万なんて時々言ってくれるんですけどもね、ここを通りまして93号線の方へとね戻っていきたいと思います。
ボートでどっか行くんじゃないこれ。あれは顔は出してない。みんな使い古された。夏の間だけ行ったやつ。ツバメとかじゃん。ツバメとかツバメみたいな渡り鳥で作ってみんな帰ったらどっか行っちゃう。ツバメみたいなやつじゃないかな。あんなとこに作るの。あれ僕だよな。沈むだよ。足届くの。ああどこだろうね。ちょっときつそうじゃない。あのレーザーポインターでしょ。変だな。え、いや充電しといたから。クジラ見るとかあるんじゃないのか。クジラはもうホイボーチの話だよ。あのボストンの方とかあっちゃう見れるでしょ。だから大西洋の辺だとか。でも他にもたくさんある。あれで1、2、3年目ってことですか。レースによって半数が分かれてくる。出てくる先に2つに分かれて上がってくる。それで1年、2年、3年分かれるんじゃない。出てくるから、はい、それもやはり年数に関係してます。あ、そうなんですか。あれは分かれてない。でも一番最後の辺が聞くのがちょっとなってるでしょ。あ、先の部分ですか。あれはそうですね、たまたまってるやん、手前のやつが。このヨルコも、でもだいぶ若いですね。そんなに大きくないんで、やっぱり3年ぐらいか。うん、映さないよねって感じだよね。申請対象にもなりません。申請がですね、それ自体ができないというものになっています。ですからこちらの方、カナダ、の国内で200ドル以上、ちょうどこの右側になんか1本の棒のようなものが立っております。あちらの方がですね、現在、まあ、あの記録上では世界一高いタワー CN タワーというものになっております。 553.33m という、高さになっておりますが、こちらの方もちろん展望台がついております。展望台の方はですね、上から白いところがアンテナ状になっているんですが、白と灰色の方が交わるところ、あそこが 447m という、スペースデッキというところです。Thank you.
ずいぶん古いカメラ持ってるね。あと親父のお下がりです。
ピスタチオって食べると思う。皮むいて食うよね。皮から皮ごと食べないよね。でもこういうのってさ、塩がかかってるからダメなのかな。あんまり上げちゃいけないのかな。この左側というのはこの病、子ども病院の真ん前にあるのが老人病院、老人病院の向かって右側になりますのが奥側ですね。奥側にありますのがユダヤ教の方がユダヤ人のために作ったというマウント災害ホスピタルというね、そういう、まあ、これはですね、中にもね、もちろん入れるんですけど、その中に入れるのは予約が必要になります。よく見ていただきますと、この右側左側とでは、これ、デザインの方がですね変わっているんですね。デザインの方が変わっております。非対称になってますね。今この右側というもの、右側というもの、真ん中からですね右側、そして真ん中から左側というのはですね、全くこちらの方、違う建物になっております。この右側というところの、一番下のですね窓を見てください。そこと、左側の窓を比べてみてください。全くですね、こちらの方違いが出てます。長細い四角い、窓があったりとか、今度は左側を丸い大きな窓があったりとか、そして左側には、2階がなく、この右側には2階があるという感じでしょうかね。そういうですね、まあ、建物、まあ、外面がですね、全く違うという建物がこのキングスカレッジの特徴でもあります。通っていきましたけども、こちらのですね、今走っていたのがストリートカーと呼ばれます、路面電車になっております。こちらの方ですね、これだけやはり、面白いことをしてくれるんですから、なかなかですね、開閉式ドーム、スカイドームというものがあります。もちろんですね、こちらの方、まあ、屋根を開けるときは、まあ、製鉄工場、これはもうドファスコとかであるか、あとステルコですか、そういった、まあ、アメリカの、製鉄工場工業の会社の方が入っておりますけども、じゃあこの左側を今度見ていただきましょう。大変、まあ意味がありまして、光り輝く水という意味があります。そのままですね、光り輝いている水がたくさんあるこの湖、これ、オンタリオ湖という。たった6人しか入れないというチャペルの方がこの右側に見えてくるんですね。こちらの中にはですね、たった6人しか入れないというね、教会になっておりまして、大変可愛らしいものがそこに見えております。そうですね、向かいまして向こう側の対岸に家があります。家からちょっとその下見てください。そうしますと右側左側とではもう全くこれ、景色の方が違っております。
この右側というのは断崖絶壁、そしてこの左側というのはもう傾斜地、ただの、まあ、原っぱという感じでしょうか、そういう感じのところなんですが、何がここどうなのかと言いますと、この右側というのは、実は、この断崖絶壁というのは滝が削っていった跡なんです。で、この左側というのは全くそういう滝が削っていったところがないということは、ここでですね、1万2000年前に初めてこれ滝ができた場所と言われております。初めて滝がここでできた場所と言われておりますので、なかなかですね、ここ、なんかすごいものがあるんですけど、もうちょっと前行ってみましょうか。もうこの、滝が削っていった跡というですね、断崖絶壁というのがこの左側、もうどこ見ていただいてもこの高さではないんです。ということは、滝が一番最初に削り始めていった場所ということで、ここが滝ができた場所と言われております。で、この右側ですね、断崖絶壁になっておりますけど、やはりこの今下に見ているようなこの水の量がですね、昔ももっとすごい水の量があったんですけども、それがですね、流れていた、やはり、水の力というものはすごいものですね。大地というものを浸食していきまして、どん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 後ろにですね、後退していったと、これから今から走っていくこの道には、この左側にはもうこういう断崖絶壁ですか、この断崖絶壁の方がずっと見えていきますので、まあ、こちらの方ですね、私今までガイドしておりますが、一回もですね、お花が咲いてるとこ見たことないです。まあ、そういう草時計になっておりますがね、この方がですね、何段も何段もあります。大変こちらの方綺麗に見えておりますけども、まあ、そういうですね、あの今は、手の入っている水力の方を調節しているというものになっております。今右側の方は今度はですね、できました。これはナイアガラパークスボタニカルガーデンズというところです。その横にはなんかこれ、ゴルフ場の方が出てきておりますが、このゴルフ場はですね、ワールプールゴルフ場といいまして、大渦巻ゴルフ場というですね、変な名前の方が付けられておりますが、まあ、こちらの方がゴルフ場、まあ、18ホール回るのに大体3600円ぐらいで回れるというですね、大変素晴らしいコースでもあります。で、こちらの方はですね、このコース大体ですね、まあ、の冬になりますと完全に、雪で覆われてしまいます。ですので冬はもちろんクローズになってしまいまして、冬はアルプスキー、クロスカントリースキーのコースになります。来るんですね、こちらの方、中国の方が、中国の観光局の方が建てました。中国人の文化をよく知ってもらおうというために建てた建物でもあります。残念ながら作るときに大反対を、ね、受けてしまいましたが、ちょっとね、まあ、もちろんそれはもう押し切って建てたものになっております。看板というものがですね、たくさん取ってるといいますか、置いてあるんですが、こちらの方実はですね、看板 B&B であるとか、ルームフォートアリストであるとか、そういうことが書かれてあるんです。実はですね、これ日本で言います民宿で当たります、民宿に当たるところになるんですが、こちらの方、一泊朝食付きの民宿がこの辺ずっと続いております。ですからここは民宿街と呼んでいるところですね、民宿街になっております。大変ここはですね、可愛らしい民宿街がたくさんあるところになっておりますね。なかなか、いいところだと思いますけども、まあ、そういうこういうですね、可愛らしいあの家がね、たくさんあるのがこのカナダの方になっております。で、そろそろですね、皆様心の準備というものをしていただきたいんですが、そろそろ滝というものが見えてまいりますので、ちょっとですね、よろしい、今ちょっとですね、チラチラっと見えておりますけどもね、まあそれも、まあ、真正面に来るまで目をつぶっておいてほしいですけどもね。では今からですね、このカーブを曲がりまして、もう一つのカーブを曲がりまして、ちょっとこのバスが邪魔で見えないかもしれないですけどもね、滝の方、アメリカ滝の方がまず見えてまいります。大変ですね、アメリカ滝の方も、横から斜めから今から見ることになるんですが、それほど大きくはないっていう感じしますけど、真正面から見ますとまた大きいです。はい、出てまいりましたね、目の前の方に白い滝の方が見えております。アメリカ滝高さの方が、54メートル、そして横幅が320メートルあります。大変大きな、これでも大きなものなんですが、もう一つあります、カナダ滝、カナダ滝から比べますとやはり小さなものになっております。
とうとうやってまいりましたけどね、もうすぐ左側また正面にですね、カナダ滝のアメリカ滝の方が見えてまいります。そして目の前にありますのがあれがですね、スカイロンタワーという160メートルの高さのあるタワーになっております。ではですね、今左側にありますよ、この、カナダアメリカ滝の方がで、向こう側に見えておりますのはもちろんこれはアメリカの領土です。ですからアメリカ滝というのは完全にアメリカ領に入っております、滝になっておりますね。でこのアメリカ滝のですね、向かって右側というところには、まあ、今から正面の方を通っていきますが、そこには、ウェディングベール滝といいますか、ブライダルベール滝といいますか、そういったものがあるんです。ブライダルベール滝、花嫁のベール滝というものが今左、向かって右側に、アメリカ滝の右側にあります。ちょっと今見えましたが、カナダ滝も今見えましたね。ではですね、こちらの方、滝の方ですね、少し見学してから昼食にしたいかと思います。今左手の方に今正面にアメリカ滝の方がなっておりますけども、大変、綺麗ですね。で、こちらの方ですね、アメリカ滝とカナダ滝、こちらの方2つあるんですが、その間にありますのが、これ上から見ていただきますとよくわかるんですが、島のようになったものがあるんです。この川というのは、上流川なんですが、この川というのは1本の川です。その中に、ポツンとですね、これだけ大きな中州の方があったんですね。この中州を分けて、まあ、この川がここで2本に分かれてしまったんですけども、実はですね、昔は滝というものは1本でありました。ですけども、どん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 後ろに後退していくにつれて、こちらの方ですね、この島にぶち当たり、完全にこの 島があるがためにですね、この滝が2つに分かれてしまったものになっております。どん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 後ろに後退していくに従って、これ滝の方が2つに分かれた、まあ、2つに分けられる、分けられた原因にもなる、この島になります。ゴートアイランドというものになっております。はい、カナダ滝の方がですね、徐々に近づいてまいりましたが、大変綺麗に色がですね出ております。まあ、こちらの方ですね、カナダ滝、高さの方が56メートル、そして横幅が674メートルあります。大変綺麗な水の色をしておりますが、エメラルドグリーン色でしょうか。今日は皆様ついておられますね。水しぶきの方がですね、全部川下の方に流れていっておりますので、まず見ている時に、水しぶき浴びるということはないですが、今日はあの霧の卵を午後から乗りますけど、それも多分地獄だと思います。大変濡れるかと思いますので、多分それはですね、すごい、濡れるかと思いますけども、まあ、このですね、カナダ滝の方見に行きたいかと思いますけども、高さが52メートル、そして674メートルの幅、そしてもう一つ、あの黙々とした白い、水しぶきを上げる原因でもあります、滝壺ですね。滝壺の方がこちらはあります。滝壺の方、深さの方がなんと高さと同じぐらいの55メートルもあるんです。大変深い深いものになっております。ここに落ちてしまいますと絶対に出てこれないと言われます。やはり上からですね、どん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 水がですね、落ちてきまして、落ちますとその水圧によってどん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 下にですね押しやられます。そうなりますと私たちは絶対に上に上がってこれないと言われておりますからね、皆様絶対に落ちないように気をつけていただきたいかと思います。今から行くところかな、このテーブルロックというところはもうこの、なんて言いますか、滝の方をですね、手すり越しに身を乗り出して見ていただくような感じで見ていただくんですが、その時に、気をつけていただきたいのは、なんとなくですね、ふっと軽く体がなってしまいます。そしてですね、それでもうそれをしてですね、何百人ともですね、皆様落ちていった方おられますから気をつけてくださいね。助かったのはいいんですけど、止まったのはいいんですけども、泳いで渡りますと、もうこちらの方もともこもないです。30キロという水のスピードがあります。これでは泳げません。じゃあどうしようかということでずっと叫んでいたんですね。そうしましたら、このナイアガラにいました救助隊員、ウィリアム・レッドヒルという方がですね、鉄砲を持ってきまして、これは仕方ない、もう撃とうということでですね、鉄砲を撃ったんです。その中にはもちろん釘とロープの方を、仕込んだものになっております。そしてそれが見事つきまして、
その綱を渡って、まあ、綱を使ってですね、こちらの方を助けたと言われますので、ですけどもやはりこの流れがあるものです。そして、あまりにも岸から離れてしまうものですから、クレーンで釣ってですね、完全に、まあ、あれを取り払う、取り払うという言い方は変ですけどもね、まあそういったものはできなくなっておりますが、まあ、残念ながらあそこにずっとね止まったまんまになっております。
入っちゃう。そう、レッド。私あんまりビーチ。結構すごい風みたいだな。Thank you.
have carried presidents, kings, and countless other tourists from all over the world. J'ai bientôt quitté le mist, navigué la frontière entre le Canada et les États-Unis depuis 1846. Le premier quitté le mist était un bateau à vapeur relié au charbon. Les bateaux quitté le mist ont reçu comme passagers des présidents, des rois, des signes de touristes du monde entier. Profondeur de 55 mètres ou de 180 pieds. Again, for your
position. On vous prie de garder les mains et les pieds dans le bateau et de ne pas se tenir debout sur la boîte de métal sur le pont. Aussi, on vous prie de garder les enfants éloignés de place de vous. Ladies and gentlemen, this is Niagara Falls. Mesdames et messieurs, la chute du Niagara.
ハンカチがビヨビヨになっちゃったよ。
と、いや、一回カセット出しちゃったから、ゼロに戻っちゃった。そうそう、連続じゃなくなっちゃう。最後に一言どうぞ。ナイアガラの時には何にもナイアガラ。海賊版なんだ。